はい、こんにちは、ザ・ゲームチャンネル、春木寿久です。今回ですね、ボードゲームニュース2022年3月27日版をお届けしていきたいというふうに思います。はい、まずこちらですね、ゲームマーケット大阪救済キャンペーンご賛同店様募集のお知らせというのがですね、2022年の3月23日の方に登録されておりました。皆様ですね、もうそれね、ご承知おきの通りですね、ゲームマーケット大阪の2022はですね、残念ながら今回なくなってしまったんですね、COVID-19 の影響で。そこですね、ゲームマーケットのですね、事務局の方から何らかのですね、支援策を出しますよということがですね、アナウンスされておりまして、そちらが3月の23日の方に公開されましたね。今回のところはですね、ゲームマーケット大阪の救済キャンペーンのですね、ご賛同店様の募集ですよということですね。趣旨はですね、これに出店予定だった出店者の商品を買取販売または委託販売していただけると、あるいは店頭での体験会を実施していただけるっていうですね、まあ、ショップ様とかをですね、募集してますということですね。まあ、最終的なですね、取引条件つきましてはショップ様と、まあ、出店者様で個別にお決めくださいということになってましたね。COVID-19 中心になった時はですね、ゲームマーケットのですね、事務局の方はですね、通販の EC サイトを作ったってこともありましたけども、今回はそうではなくて、これにですね、賛同いただけるですね、ショップさん等を募集しますということになっておりました。まあ、今回ね、こういう取り組みね、初めてだと思うので、どのぐらい実行の効果があるかっていうのはまだちょっとわかりませんけども、多数のですね、賛同のショップさんが集まってですね、ゲームマーケット大阪に出そうとね、思ってらっしゃった皆さんのですね、ゲームが広くね、世の中の方に出回れるようになればよろしいんじゃないかなというふうに思いますね。で、次こちらですね、アクライさんですね。今月アクライさんね、まあすごいわけなんですけども、来月のですね、4月の注目ゲームのピックアップでもご紹介しましたが、グルムヘイブンスタートセット獅子のアギト完全日本語版ですね。待ちましたね。これね、ほんまに出るんかとね、思ったこともあったぐらいですけども、これのようやく日本語版が出るということになっておりましたね。グルームヘイブンのね、本体っていうところとですね、グルームヘイブンの後日談ですね、フォーゴトンサークルの方はもうすでに日本語化されておりますが、その手前でね、少しスターターキットということで簡単になったバージョンということで、このグルームヘイブンですね、現在ボードゲームギークのランキング5位に輝いているこちらですけども、本物よりはちょっと少ないシナリオですね、20数シナリオということは遊ぶことができますよということで、まずはこれでね、本体のグルームヘイブンね、すごい高いですからね、こちらの方試してみるというのがね、よろしいんじゃないかなと思いますね。こちらの方がですね、4月の28日発売予定ですね。まあ、ゲームマーケットの方ですね、8800円となっておりました。合わせて、グルームヘイブンの方の再販も決まったんですね。いやー、これは悩ましいですよね。丸々再販にほぼほぼね、1年2年すぐかかるっていう時代ですけども、今回のところで先ほど私が言いましたように、獅子のアギトをプレイしてからこれを買った方がいいのかどうか悩みたいところだが、ここで買い逃すとこれはあるのか問題ですよね、いうのがあって非常に難しいところですが、グルームヘイブンのところはボードゲームギークでまだまだランキング1位をかっ飛ばしてるっていうね、このゲーム非常にですね、シナリオが大量にあり、各プレイヤー同士の反協力、完全な味方じゃないんですね。攻撃し合うもんではないですけど、お金を譲してくれたりしないんですね。それぞれのプレイヤーのデッキ構築があり、選択があり、引き換えてない要素がありっていうのも、今を輝く要素が何もかも入ったというこのゲームですけども、まあ、こちらも再販となるとね、非常にこの4月は悩ましい月じゃないかなというふうに思いますね。で、お次こちらですね、デンデズゲームさんですね、田中間さんの方がですね、3月の24日の方にですね、ツイートされておりまして、ファウンダーズオブ TOT 和館ですね、こちらの発売準備が整い次第受注開始予定ですということですね。今週末から週明けぐらいの受注開始で4月9日頃の発売なのかというふうに思いますということですね。ちょっと私これね、機会いただきましてね、ザーゲームギャリーの方ではすでにね、もうレビューの方を出しておりますけども、非常に変わったね、この建築ゲームなんですね。建物、神殿、ピラミッドっていう3つの要素を立てていくんだけども、この自分のところのワーカーの高さっていうのは非常に重要になっていて、先行は不利に見えるがボーナスがある、後手の方は他人の上に乗れるのにパワーがおまけがつくというね、この非常にね、どこへいつ置くかっていうのを悩ましいっていうね、でもね、1時間ぐらいで終わるっていうね、非常に収束性がいいゲームなんですね。こちらの方も間もなく出荷開始予定ということになっておりました。これね、海外でまだ全然情報がありませんのでね、要チェックでございますよ。で、お次ですね、エラッタ情報でございます。こちらですね、ホビージャパンさんのですね、ドミニオンの冒険ですね、ドミニオンの冒険のところにですね、5期がありましたということで、ルール文のですね、16ページのところにですね、まあ、計画と立案というところは少し間違えてましたということになっていましたので、こちらの方ご注意くださいということが上がっておりました。ドミニオンでもお好きな方多いと思いますんでね、こちらの方もご注意ください。またですね、こちらアークライトさんの方ですね、デューン砂の惑星インペリウムですね、こちらの方はですね、4月21日発売予定ということになっておるんですが、ここのところですね、まあ、字体がですね、中国語の字体がちょっと混ざっていましたということがあって、こちらの方はですね、ご購入前にあらかじめご承知くださいということが書かれていました。まあ、正直ですね、実は私機会いただいてもこれプレイしたんですけども、全然気がつかなかったですね。
まあ、紛争、まあそうやなみたいなね、いうことだったので、まあ、実際のところは問題にならないと思いますけども、まあ、こうしたことがあらかじめあるということがアナウンスされていますね。カードの中身そのもののね、エラったとかはまだ今のところ出ておらないようですけども、こうしたことがあるということはあらかじめご承知くださいということでございました。で、お次こちらですね。これはね、まあ、どうしても私にお伝えしたかった件ですけど、ケンビルさんですね、カスカディア日本語版ルールブックのセットアップのページにですね、万が一誤訳や誤植があった場合にエラッタを掲載するページへとですね、つながる QR コードを置きましたと。今後すべてのケンビル製品でこの仕様をディフォルトとする予定ですということになってるんですね。なんでこのマニュアルのですね、隅っこの方ですね、この QR コード入ってるんですね。これはね、私ずっと希望してたんですね。これ海外でも結構ディフォルトスタンダードなんですよね。いろんなメーカーさんにもこれがあるのは当たり前になっていて、企業の紹介ページとプラスインスト動画をね、自分のところで結構作らないので、海外の場合は YouTuber やなんかで発注するわけですけども、その YouTuber のページにも飛ばすってことをやってるんですよね。なんでインスト動画はこちら、エラッターはこちらみたいなやつが海外でもガンガンにあるわけなんですけども、国内ではなかなかこれが進まなくてですね、非常に絶望しておって、まあ定期的にしょっちゅう Twitter でも書いておったんですが、ついにケンビルさんの方から採用されたということになりましたね。これ本当にありがたいんでね、プレイするときにですね、ここをちょっと見てもらって、あ、何もないんだな、これだけでいいですよね。なきゃないでいいんで、あればあるっていうのを聞きたいということがあるので、こうしたページの方につながるというのはね、素晴らしいんじゃないかと思うと同時に、他のメーカーさんもね、ぜひ採用いただきたいというところですね。で、ここからですね、海外情報ですね。これまたね、びっくりしましたね。こういうパターン、ボードゲームアリーナありなんだというね、感じで思いましたけども、テラミスティカのですね、ボードゲームアリーナ版がアップデートしましたよということで、こちらが3月の25日にアナウンスされていました。これですね、ボードゲームギークのところということですね、様々なところでですね、発表されてますけども、テラミスティカのところのですね、7つのですね、ファンが作った種族っていうのがね、最近発表されたんですよね。いろんな著名な方含めたことが発表されていて、おこれは面白そうだなと思っていたんですが、そいつがボードゲームアリーナの方のベータの方に入りましたと。なのでこれ皆さんプレイしてねということが今回アナウンスされましたね。いやー、これなかなか面白いですよね。実際のところすぐにこういうの出版するっていうのは非常に難しいですし、こういうのを試してみようっていうのもね、自分で印刷するやなんかっていうのもあるんですけども、ボードゲームアリーナの是非はまああろうかとは思いますが、こういった公式と連携しながら試すっていうところ面白いですね。まあ、ここでねチューニングとか加えながらね、公開テストみたいな感じでね、面白ければねこれもね発売していただきたいなと思いますと同時に、こちらのルールブックも公開してるんですね、この新しい種族用のということがあるのでね、これねボードゲームギークの方とかでですね、注目していてやってみたいなと思ってらっしゃった方はですね、ボードゲームアリーナの方を見てみるのもよろしいんじゃないかなというふうに思います。で、お次こちらですね、しばらく前にご紹介してますけどもですね、アリスエクスペッションですね、テラフォーミアンスですね、拡張の方がですね、いよいよキックスターターが始まりましたということですね。今回ね3つですね、ディスカバリー、ファウンデーションとクライシスのこの3つが一気に始まりましたと。もうとんでもない金額が出てますけどね、始まりましたということになってますね。で、この3つになってまして、1つ目のところはですね、ディスカバリーはアワードとかマイルストーンってね、いわゆるテラフォーミングアースであったやつですね、あれがそのまま要素が加わってるってことになってますし、クライシスの方はですね、協力モードが入りましたということで、ファウンデーションは5ないし6人用が増えましたと、こういう3つ要素があるんですね。まあ個人的にはクライシスがね、一番興味があるかなというふうに思いますが、この3つの拡張セットの方のキックスターターが始まりましたということになってますね。まあこれも日本語版出るやろ、期待してもいいよねというふうに思いっきり思いますけどもね、こちらはですね、まあ、一刻も早く入手したいという方はですね、こちらの方のキックスターターもチェックしてみていかがでございましょうか。本当の協力モードがね、どうなるかとか個人的には気になってますね。で、お次こちらですね、グレートウェスタントレールですね、レールトゥザノースのセカンドエディションですね、こちらの方が発表されていましたね。グレートウェスタントレールはね、今ね第2版の方がですね切り替わっていてですね、順次海外の方では流通とか始まっていますけども、元々のグレートウェスタントレールのところにも拡張セットあったんですね。上の方にね新しいタイルをドカッと置くっていうのがありましたけども、あれのですねセカンドエディション対応版ということになりましたね。なんでこちらの方も元々のオリジナルのレールトゥザノースに含まれたものはですね、そのまま入ってるんですけども、プレイヤーボードが二重構造になったりですね、レールの線路がですね異なるゲームモードを拡張されたり、中間の街のタイルが変更されたりっていうことがあってですね、細かいチューニングがですねあちこち変わっていますということですね。その他にも新しい目的カードとかですね、建物13の A から13の B の修正とかですね、ソロモードの新要素なんというのが入っていて、オリジナルですねレールトゥザノースからですねさらにパワーアップしたというものが入っているという形でしたね。
まあ言わしてもらえばね、もう第2波の時に一緒に入れといてくれよという思いは相当私個人的にはね、どうせ買うんですからね、いうふうに思ったりしますけども、まあこちらの方もまあ予定通り出るということになりましたね。元の元のグレーターウエスタントレールがね、結局これ入れて完成じゃなかったかなという気もするので、まあこちらの方はセットで入手したいなという気持ちがありますね。いずれにしてもこれ気になる方は要注目ですね。で、お次こちらですね、ライナークリスさんですね、マイアイランドですね。腹どっかで見たよなっていうことですけども、2020年出ましたマイシティですね。あちらのね、キャンペーンタイプのね、このね、タイルをね、配置していくっていうゲームでですね、連続したシナリオということになりましたけども、今回はそれのですね、まあ、類似系ということになっていて、今回はですね、前ね、テトリス張りのね、タイルだったんですけど、今回ヘックスになったんですね。ヘックスのところですね、六角形のヘックスを置いていって、自分だけの島を発展していきましょうということになってましたね。今回は24のゲームシナリオを通じてですね、自分の島の歴史を作っていきましょうということでしたね。前のも大きいシナリオがあって、その中にサブシナリオってくくりがあったので、まあ、ひょっとしたらこれも6つぐらいのくくりとか8つぐらいのくくりの中にそれぞれ何個かずつ入ってるのかなという気もしますけども、前のも私結構好きだったんですね。半分ぐらい見たところで COVID-19 がね、ちょっと激しくなっちゃったので止まっちゃってるんですけども、こちらの方も非常に気になる方はですね、要チェックではないかなというふうに思いますね。で、今週最後こちらですね、スペースステーションフェニックスですね。これまたね、変わったね、 SF ゲームが出てきてですね、これ私ね、非常に注目なんですけどね、最近リオグランデゲームね、こういうの発掘し出してきますよね。これですね、地球のね、未来を舞台にしたワーカープレスメントプラスリソースマネジメントゲームですということになってますけども、プレイは銀河評議会の代表であり、人類を観察し交流するために宇宙ステーションを建設しようと地球に派遣されてきましたっていう、自分地球人じゃないのっていう形なんですけどね。なんで地球を観測するために宇宙ステーションを作りに来ましたよと。プレイヤーは9隻の船とステーションハブを持ってゲーム開始しますと。それらの船で資源を集め、近隣の惑星を探索し、ステーションを建設するための必要なアクションスペースとして機能しましょうということになってますね。なんで非常に小さい宇宙船からね、始まってね、これとかちょうど作ってるみたいですけどね。宇宙ステーションを作って観測できるようなところの基地を作り上げようと。こういう仕掛けになってるようでしたね。まあなかなかね、こう自分の小さいのを作り上げて大きくなって、大きくなると物理的にね、物とかアクションスペースがだんだん増えてくるっていうことを手前に作り上げるっていうね、面白い発想だなというところになっていて、まあ、ちょっと SF なのでですね、まあ、お好みは分かれるかなという気はしますが、私個人的には要注目じゃないかなと思いまして、このデザインさんも確かね、これがデビューか2作目ぐらいなのでね、非常にですね、フレッシュなね、新しいデザインさんが最近どんどんと出てきてますんで、ビヨンドザさんもね、あの人もね、デビューですからね、こうした SF のジャンルのところにも、新しい新風のデザイナーがいろいろ現れているという感じで、こちらも要チェックですね。リオグランデさんね、最近これ得意ですよね。はい、というわけですね、ボードゲームニュース2022年3月27日版を、ね、お届けいたしました。本当はね、国内ニュースたくさんあったんですけどね、ついね、前日のところですね、2022年4月のね、気になる新作ゲームチェックの方でお届けしてますんでね、そちらと被る内容の方はこちらのニュースの方からカットしておりますけども、海外の方の新作ニュースの方も多くなってきていますし、まだまだね、気になる作品は毎週出てくるかなというね、感じでございます。というわけで、ボードゲームニュース2022年3月27日版をお届けいたしました。ザ・ゲームチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。